攻め込みながらも今一つ最後の詰めが甘いジェフ。しかし後半36分、木澤の折り返しをイトバルスキーがタイミングを外したシュート、追加点に。しかし後半36分、木澤の折り返しをイトバルスキーがタイミングを外したシュート、追加点に決めた。